に追い込んで外のボールバットを出してバックホームワンバウンド、これが悪送球、ランナー二塁三塁に進みます。ここで守備にミスが出ました。4対1なおもランナーノーアウト二塁三塁。ここでバファローズにとっては痛いミスが出ました。すごい痛いですね。胸の悪送球、ホークスがしのぐとまたね流れがどうなるかということになってきます。流れはね変わってしまう可能性ありますけどね、ここでオリックスはねしっかりと仕留めたいです ね。点が入ればゲームが終わります。はい、打っていく、抜けた、サヨナラヒット、宇田雄馬が決めた、6対5、バファローズ対ホークス3連勝。最後ツーアウトになって宇田雄馬センターに弾き返していきました。6対5、サヨナラ、延長10回、ネットを制したのはバファローズ。いいバッティングだったですね、本当にセンターに打ち返していきました。しっかり振ってますからね、あの打席も初球から、ね、振っていきましたもんね。そうですね、はい、今のですけどね、打ってあるんだって気持ちで、ね、はい、やってますからね、